粉のスパイスを買えばスパイスカレーは作れます。水だけは倍量にしません。隠し味した方がね、美味しくない。はい、こんにちは、インドカリーコです。はい、11月の末にですね、スパイス徹底解説コーナーっていうのをやらせていただきましたけども、今日はですね、もっともっと特化しまして、スパイスカレーを始めたい人のための動画になっております。スパイスまだ持ってないけど、スパイスカレー作ってみたいな、でも何買えばいいんだろう、どうやって作るんだろうっていう、まだ何もわからないっていう人は絶対に見てください。あとはスパイスカレー作ったことある人でも、これを見ればスパイスカレーの全体像がつかめると思いますので、よりカレー作りが楽しくなるかなという動画になっています。まあ、今日もね、アシスタントのさきちゃんが気になるところを中心に、まあよくある質問を通してそこをね、解説していこうかなと思います。で、まあこの動画をね、初めて見る方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介します。はい、スパイス料理研究家のインドカリーコです。まあ料理研究家なんですけど、スパイスとかカレーを専門にしてます。本も、17冊ぐらい書いて、たくさんスパイスカレーの面白さを発信しております。ということで、今日はスパイスカレーを始めたい人、まあこれから年末年始なので時間がある人、新年に新しくカレー作りを始めてみたい人とかもいるかと思うので、基本の基礎から解説していこうかなと思います。復習になるんですが、はい、まず買うスパイスは何ですか？ああ、そうですね、これ大切、復習になるんですけども、まずスパイス初心者が買うべきスパイスというのは3つ。ターメリック、粉です。クミン、粉です。コリアンダー、粉です。ターメリック、クミン、コリアンダーの粉のスパイスを買えばスパイスカレーは作れます。頭文字を取ってタクコと呼んでます。これ復習ですね。それこそ解説動画も合わせて見てみてください。辛みが苦手なんですが、辛くないカレーって作れますか？はい、めちゃめちゃいい質問です。このターメリック、クミン、コリアンダーは辛みが一切ないスパイスです。なのでこの3つを使ったスパイスカレーを作っても全く辛くないスパイスカレーができるので、本当に離乳食を終えた赤ちゃんでも食べられます。ただじゃあ一方で辛みをつけたい時どうするかっていうと、唐辛子の粉末のチリペッパーを加えます。これは一味唐辛子でも代用はできます。チリペッパーの方が均一に広がるので仕上がりが綺麗になります。辛みっていうのはこのスパイス20種類30種類ある中で、チリペッパー、唐辛子の粉末とブラックペッパー、黒胡椒の粉末だけです。この2つを取り除けば辛くないスパイスカレーは作れるのでご安心を。スパイス以外って何の材料が必要ですか？はい、基本的に使う材料というのはですね、玉ねぎ、トマト、ニンニク、生姜で、あとは例えばチキンカレーを作りたかったら鶏肉、キーマカレー、ひき肉のカレーを作りたかったらひき肉、豆のカレーを作りたかったら豆みたいな感じで素材を変えていきますけど、基本的に玉ねぎ、ニンニク、生姜、トマト、ここは使います。で、素材は何でも OK です。専用の鍋は必要ですか？スパイスカレー作るときって、まあ、スパイスカレーって今までの日本のカレーと何が違うかっていうと、基本的には炒め料理になります。日本のカレーっていうのはもともと西洋由来のものになるので、欧風カレーとも言われるんですけど、煮込み料理なんですね。インドとかって熱い国なので、さっと炒めて作るカレーがほとんどなんですね。スパイスカレーもその一つです。なので基本的にもね、フライパンを使います。これは私がスパイスカレーを作る人のために作ったスパイスカレーが簡単に作りやすいようなフライパンなんですけど、深型の24センチの、フライパンをよく使ってます。深型のフライパンを使うことによって炒めも強いし煮ることもできるんですよね。深型1個あると超便利です。蒸し焼きもできるし煮込みもできる。これ一つでもう何でも作れます。まあ、これもね、概要欄に貼っていくのでね、見てみてください。似たようなもの持っていればそれで全然大丈夫です。基本の作り方教えてください。はい、基本の作り方はですね、基本の作り方はこのフライパンを使って炒めていきます。フライパン1個で OK です。まず油を引いて、みじん切りにした玉ねぎ、ニンニク、生姜を炒めます。焦げ茶色になるまでしっかり炒めてください。そしたらざく切りにしたトマトを炒めます。そしたらそのさっきのね、タクコとお塩入れて炒めて、肉も入れて軽く煮込んだら完成です。だからもう本当に玉ねぎ、トマト、スパイス、肉ってこう炒めていけばいいんですけど、玉ねぎの炒めが結構大変なんじゃないかって言われます。結構時間かかりますよね。まあ
かかる人もいますけど、私はだいたい8分ぐらい強めの中火でガンガン炒めちゃってるんですけど、だいたい10分前後ですかね。 IH だと15分とか20分かかっちゃう時あるんですけど、まあスパイスカレーにおいて玉ねぎの炒めっていうのがとても重要になります。なぜ重要かというと、2つのポイントで重要です。1つ目は玉ねぎをしっかり炒めることによってコクとかね、深みが出ます。この玉ねぎの炒めが浅いとすごいね、ライトな味わいになっちゃうんですよね。軽い味わいになっちゃう。イメージとしてはここのね、木の絵ぐらいの焦げ茶色になるぐらいまで。結構濃ゆいですね。結構濃ゆいです。はい、結構濃ゆい色まで炒めます。で、まあイメージは自分でカレールーのあの色を作ろうといったあのイメージだといいかもしれません。で、2つ目はですね、玉ねぎをしっかり炒めることで玉ねぎ一つ一つの水分が抜けるんですね。しっかり水分が抜けた状態の玉ねぎっていうのはある意味カラカラのスポンジ状態なんですよ。なのでそこにお水を後から加えるとふわーって膨らんで優しいとろみがつきます。スパイスカレー初心者がよくある質問とか悩みで、カレーがシャバシャバに出来上がっちゃったんですけどっていう人がいるんですけど、それは大体炒め不足です。スパイスカレーで2つ重要なことあるけど、1つ目がこれです。私もスパイスカレー作りたいんですけど、ちょっと最近トマトって高いじゃないですか。はい、そうですね。まあトマト2人分から4人分で玉ねぎ1個トマト1個ずつ使っていくんですけど、トマト高いなっていう時はトマト缶でも代用ができます。大体半分ずつ使っていけばいいんですね。 200g200g、 トマトが強いのが苦手な人は 100g でもいいです。そうすると4回分で使えます。トマト加えることによって甘みとか旨みが増します。あとはですね、優しい酸味も出てくるので、トマトは絶対加えた方がいいんですけど、ただじゃあトマト缶を半分使って半分余っちゃうじゃないですか。たまにいるんですけど、もう全部入れちゃえっていう人がいるんですよね。そうするとただのトマトスパイス煮みたいになるので注意が必要です。トマト缶は半量余ったらタッパーとかに入れて冷凍保存してください。それでまた使う時に解凍して入れてあげれば使えるので、全部入れるってことはしない方がいいです。味付けって塩だけで本当にいいんですか？そう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 、あのね、もう本当にスパイスカレー初心者の人が結構やるんだけど、コンソメ入れたりとかブイヨン入れたりとか出汁入れたりとかチョコレート入れたりとかリンゴ入れたり蜂蜜入れたり、もういろんなことするけど、スパイスカレーってじゃあどういう風な食べ物かっていうと、スパイスと素材を食べるものなんですよね。例えばチキンカレーだったらチキンがメインなんですよね。そういった時にルーの方が味が濃くなっちゃうと素材の良さが消えちゃう。さらにコンソメとかっていうの香りがめちゃめちゃいろんな成分入ってるんですよ。セロリの香り、ハーブの香り、あとは他の肉の香りとかたまにするんですよね。でそれをしてしまうとスパイスとバッティングしてしまうことがあるんですよ。まあ、ただそのスパイスカレーとかでだしカレーとかありますよね。私も前回あげたと思うんですけど、あの時は割と香りの弱いスパイスしか使ってないんですよ。だしとかコンソメとか香りのする調味料を使う場合はそこをコントロールしてスパイスの調合を考えなきゃいけない。だからある意味これは超上級者です。なので一番最初に超美味しく作るためには塩が一番、塩だけで作るのが一番美味しい。あ、じゃあ隠し味はいらない？いらないです。隠し味した方が、ね、美味しくない。そう、スパイスカレーに大切なポイント2つあるって言ったけど、その2つ目がこれです。塩で味を決めること。なんかね、もう本当に最後に味見してもうなんか物足りないなって言ってスパイスガラムマサラ足してみましたとか、ソース足してみました、醤油足してみましたとか言う人いるんだけど、まず第一にスパイスを加えたところで味は決まりません。ソースとか醤油とか加えたくなるのは玉ねぎの炒めが浅いから、そういうカラメル成分を加えたくなっちゃうんですね。コクの部分、深みの部分みたいな。なるほど。そう、要するに醤油とかソースとか加えたくなっちゃう人は玉ねぎの炒めが浅くて塩が足りないだけ。基本的に玉ねぎしっかり炒めてて塩って味をちゃんと整えてられていればもうそれだけで美味しい。そう、私の昔の動画に3種類のスパイスで作るチキンカレーのレシピもあるので、それもね一回見てみてください。倍量作りたい時どうしたらいいですか？超いい質問です。これはですね、マジで年間ね25件ぐらいね、この質問、同じ質問めっちゃきますね。めっちゃきます。ここでお答えします。倍量作りたいときはもうこれ一つだけ覚えることがあって、全部倍量にしてもいいんですけど、水だけは倍量にしません。なぜかというと、大体肉のカレーを作ることが結構皆さん多いと思うんですけど、肉とか魚とか大体肉っていうのは、まあ、水分をたくさん持ってるんですよね。煮るとかなり水が出ます。まあ倍量を作った場合でもフライパン大体同じで作れるので蒸発量変わんない。肉の量増えるから水出てくる量
増えるわけなんですよ。って言った時に倍量の水加えちゃうとすごいね、もうびっちゃびちゃのカレーになっちゃう。で、大体私と4人前を8人前にして作るときは4人前と全く同じ水の量でうまく作れます。基本的にはないんだけど、どうしても足りないっていうときは最後に足せば十分なので、イメージとしては無心にしてあげて、最初水少ないかなぐらいでやってあげた方がうまくできるので、本当に覚えてほしいのは基本倍量水以外ですね。はい、復習です。基本倍量水以外、基本倍量水以外、基本倍量水以外、基本倍量水以外。はい、素晴らしい。はい、素晴らしい。味って濃くならないんですか？と思うじゃないですか。はい、大丈夫です。大丈夫なんです。大丈夫です。で、じゃあ3倍量を作りたいとき、4人分のやつを12人分作りたいとき、そしたらさすがに水はちょっと増やしてもいいかもしれない。でも、水は結局最終的に最後に足せるんですよ。焦げ付かない限り最後に足せるわけなので、増えたらかき混ぜつつ煮込みつつ最後に水で調整するが一番失敗しない方法です。作りすぎた場合のカレーってどうやって保存したらいいですかね？いいですね。保存方法は冷凍保存が一番おすすめです。日本のカレーはじゃがいもとか人参があるので、冷凍すると結構ねびちゃびちゃ水出ちゃったりとか、じゃがいもが崩れちゃったりとかするのであんまりおすすめしませんが、あんまりねじゃがいも使うカレー、まあ本当に少ないんですよ。そういう根菜のカレーを除いて基本的に全部冷凍して OK です。冷凍すると美味しくない。これ裏技なんだけど、冷凍して香り飛びませんかとか言う人いるんだけど、まあ、もちろんね一部の香りは飛びます。なんですが、冷凍すると玉ねぎの炒め損じみたいなのがあったやつがくちゃってなって潰れるんですよね。だからある意味水分がね出てくれるんですよ。で、うまいことなんか旨味が出てきて熟成されるんですよね。だから冷凍保存しておいて食べたカレーってめっちゃ美味しくて、私大学生の時結構なんかめっちゃ美味しくないみたいな時は大体冷凍する。本当にその香りが飛ぶのが気になるのであれば、例えばシナモンパウダーとかカルダモンパウダーとかを耳かき1杯分ちょっと足してチンすれば、そんなの香り簡単に出せるし、まあそれはちょっと次の動画にしようか。今日は初心者のためのスパイスレシピなので、まあいっぱい初心者のためのレシピも YouTube で上げてますし、なおかつ本にもあるので図書館とかにもいっぱいあると思うのでぜひ見てみてください。あとね、もう一つその初心者の方に多い質問、スパイスカレーって どうしてもトマトとかヨーグルトとか使うことがあるので酸味が気になるっていう人がいるんですよ。まあ、大体そういうカレーなんですけどって答えたいところではあるんですけども、慣れない人にとってはちょっとびっくりすることがあります。そういう時にじゃあどういう風にやるかっていうと、トマトとヨーグルトの量を半量にしてみてください。代わりにほんの少し 50cc ぐらい水増やしてあげればいいので、そうするとグッと酸味が落ち着きます。あとはヨーグルトのレシピではなくてココナッツミルクのレシピで作ってみたりとかですね。まあ大体日本のカレーよりはそういった酸味があるカレーが、まあ、スパイスカレー多いんですけども、まあ、そういった対処法があります。あとはトマトをしっかり炒めていただくとか、酸味の少ないヨーグルト、例えば小祝いの生乳ヨーグルトとかもあれ酸味がすごい少ないんですけど、ああいうヨーグルトを使うと結構ねまとまりが良くなったりとかします。さあちょっとね、初心者のための、スパイスカレー、スパイスカレーデビューしたいっていう人の方のための動画でしたけど、ちょっとねもう一個やろうかなって、せっかく年末年始でちょっと時間ある人もいると思うので、じゃあここまでの初心者のスパイスのことは全部丸分かりしたとか、まあ次までの動画に一回試していただくとして、じゃあそっからさらにお店みたいなスパイスカレーを作るためには何のスパイスを買ったらいいかとか、どういう風なところが気をつけたらいいかとか、そうやってどん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 ステップアップしていくためにはどうすればいいかというところをご紹介しようかなと思います。はい、皆さんもねコメントとか質問があったらぜひメッセージ残してください。全部見てます。ということで、この動画が少しでもためになったな、面白かったな、スパイスカレーもっと始めてみたいな、知りたいなって人は高評価とチャンネル登録、あとは通知のベルマークも押していただけたら幸いです。今日はねスパイス占いしませんしないんですね。しません。まあね、ちょっとねみんな頭がいっぱいだと思うので、ぜひメモを取っていただくなりしてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。さらにじゃあお店みたいなカレーを作るためには何のスパイスを買えばいいかっていうと、ホールスパイスになります。いい質問です。これはね中小級者向けの質問です。
ホールスパイスで使われるスパイスっていうのは、だいたい香りが独特で強すぎるスパイスが多いです。